スノーマンメンバーがパーソナリティを務めるラジオ、富士屋プレゼンツスノーマンの元のまんま、文化放送。11月2日放送回には渡辺翔太と目黒蓮が登場し、メンバー全員での食事会、エピソードを語った。渡辺&目黒コンビがラジオに登場するのは昨年の4月以来。プライベートでは、今年のお正月は一緒に三が日を過ごした。一緒に富士山に行ったり、めめの家で、めめが海鮮をたくさん焼いてくれて、それを二人で食べたり、したそう。渡辺が、来年はどうする?く、と聞くと、目黒は、行きましょうよ。来年も、と言い、来年のお正月も一緒に過ごす約束をしていた。そんな渡辺は、9月9日から28日まで東京、帝国劇場で上演されたミュージカル、ドリームボーイズ、で初めて主演を務めた。同作は、2004年からキャストを変更しながら長年上演されてきた人気シリーズだけに、主演の話が来た際、渡辺は、俺、大丈夫かな、と不安を感じ、最初はちょっとお断りしようかなって考えてた、とか。しかし、目黒の家に行って相談した際に、やった方がいい。できるから、こういった選択で、やっぱり人生が変わったりするから。と背中を押されたという。そのため渡辺は、本当に改めて、ドリームボーイズに出演する経緯を考えると、やっぱり目黒に本当に感謝したい。この会話がなかったら、俺は多分、ドリームボーイズを引き受けてなかったかもしんない、と目黒に感謝。また、20年から同ミュージカルの演出を手掛けているキンキキッズ、堂本光一に、それまでは封印されていた伝統の、フライングの演出を、やらせてください、とお願いしたことが、堂本との初絡み、だったとも解雇。演出家だけでなく、事務所の先輩としての目線で演出を考えてくれたといい、渡辺は事務所の先輩たちとの絡みもあって、いい事務所だなって思ったよ、ここにいてよかったなって改めて思える瞬間だった、としみじみ語ったのだった。スノーマン、渡辺翔太、ちょっと気持ち悪かった、9人食事会での向井康二の姿暴露。その後、以前、渡辺が公式携帯サイト、ファミリークラブウェブ、当時は、ジョニーズウェブ、内のグループ連載、素の日常、の個人ページを更新し、何年かぶりに9人だけでご飯食べに行った、と報告していたことから、リスナーから、久しぶりの、そして9人全員が20歳を超えたスノーマンだけの食事会での感想やエピソードがあればぜひ聞きたい。今後、この食事会は以前のように月1で開催する予定はあるのでしょうか?との質問が到着。すると渡辺は、これも9人でご飯行かない。って提案したのが、めめ、だったのよ、と、目黒の声かけで実現した食事会だったと明かし、結構本当にね、目黒が大事なポイントを裏で担ってくれてる。そういうのがごく自然とできちゃう、とコメント。なお、目黒は、故、ジャニー北川氏の性加害問題によって、事務所の体制や所属タレントたちの状況が目まぐるしく変化している状況だけに、9人だけでいろいろ一回話したいなっていう気持ちがあった、と告白。渡辺も、ちょっと不安になったり、悔しい気持ちだったり、いろんな思いが募る状況。だったと解雇し、そんな中でみんなの思いをぐっと揃えないといけないってなった時に、めめが焼肉食いようぜ、と声を上げてくれたようで、目黒と阿部亮平が幹事になり、スタッフは含めず、メンバー9人だけの食事会が実現したとのこと。渡辺によれば、先にお店に到着した自身や岩本明、深沢達也阿部は、9人揃った食事会が久しぶりすぎて、座る席を迷った結果、俺が適当に座って、謎に斜め前に深沢が座って、そこから2つ、席を、開けて岩本くん座って、みたいな感じだった、と説明。
なお、食事会が始まってからは席替えもあり、向井康二が動き回っていたとか。また、ラウールが20歳を超えたため初めて全員でお酒を飲んだというが、向井康二がなんかすごいいい感じになって、隣のふっかさんに、とめぐろが切り出すと、渡辺も、ふっかさんにずっと無駄絡みしてさ。なんか甘えん坊さんになってたよね。あれはちょっと気持ち悪かったですね。わら、と大暴露。向井は深沢からも、やめろよ、お前、と軽くあしらわれていたそうだ。とはいえ、盛り上がりすぎて時間が足りなくて、結果、事務所に行くっていう、と渡辺が明かしたように、食事会は大盛り上がりだったようで、目黒も楽しかった、と振り返っていた。この日の放送に、ネット上からは、ドリボのお話も9人だけの焼肉もお話してくれてありがとう。ラウちゃんもお酒飲めるようになって楽しい会になっただろうし、ここで9人の気持ちをぐっと揃えることができたのかな。盛り上がりすぎて話し足りなくて結局事務所に行くっていうの仲良しすぎない。との声が集まっていた。